It's the battle of the century! Fight! まだネームバリューこそね、それほど知られてませんが、実力は確かにあります。重曹相打ちからしっかり取っていく着地下段、よくガードした。これは孫のガードがうまい。さあ一気に重曹のペースになりかけるところだったんですが、孫のガード一発で一気に分からなくなりました。どうする？抜ける。削り圏内。行くの？行くの？どれぐらい？行くよ！死んでほしい！死んだ！心のこもったウルコン！いやー、非常に狙いすましたしゃがみ中継一発。中継入ったらあれほど奪う、これぞ桜の火力。さあやはりそしてあっという間に取り返して削るでしょう。めくりゆい、そして気づけばゲージは逆転。さあサッカーのように点を入れられた後が一番危ないと言いますが、まさにそんな感じ。あっという間に孫はそこの隙をついてきます。重ねいかない。さあやはりツイッターの方でも知ってる人は知ってますね、この重曹桜。この人相当強いです。セミを生きるドンピシャ、まさにドンピシャ。そして DX レッカー、孫がマッチポイントです。ポパン止め、差し合い、差し合いのしゃがみ大パンチと立ち台系、非常に単価が高いこの二技、リーチも長いこの二技。しかし小足を仕込んでる。飛んではいけない。さあ孫がこのラウンドは取ります。マッドキャッツ孫マッチポイント。
おっと、これはさすがに接近からフルコンボ。さあちょっと欲張りすぎましたね。さあしかしゲージリードは依然孫がマッチポイント、呪詛はセットポイント。セビを見せてくる。先ほどね波動に蹴り当ててというのがあったので、それを警戒させてるのでしょうか。警告の意味の強いセビ、仕込み仕込み。さあ満タンに溜まる、かけて表ガード、あった、前後ろ前で化けてしまったもよう。フェイロンはどうしてもこれがつきもの、簡易入力の罠。ワンチャンスついてきました。さあこれでゲームが並びましたね。失礼しました。これでセットポイントとマッチポイントになります。11。ここで仕掛ける、仕掛けるタイミングはさすがです。この急深くは素晴らしい。マーゴマッチポイント、この緊張感。さあこの波動拳はもう波動拳当てるのが目的じゃないのは誰もが分かっている。この後にある読み合いに注目してほしい。1回もおっとバックステ仕掛ける、そこでいくか、セーラーシュート、さあゲージ使った、ジューソーマッセットポイント。しかし依然孫のマッチポイントが続いています。孫が勝てばチーム勝利、ジューソーが勝ってば後ろの梅原だいぶ楽にいける孫、後ろを信頼していけるか。
っと。おい。攻め置き。これはこれは。さあゲージを消費。さあこれは一気にいく。まだいく。攻め時。ゲージを2本使う。さあ2本使ったのがアダカ。今度はいった。さすがにいくか。勝負はいかない。なんと EX 波動に使っていく。カードコンパドメ出なかった。痛恨の出なかった。劣化そこで出ない。劣化そこで出ません。なんといういたずら。